どうも皆さんこんにちは、のっぺんです。いやー髪をね切りました。結構短い感じになってます。でもお風呂とか入った後乾かすじゃん、あれがねめちゃくちゃ楽。こっからこう、こっからこうになるだけでもう3分の1ぐらいのスピードで乾くようになった。まあそんなことはどうでもいいです。文房具屋に行ったらなんかね面白文具コーナーみたいのがあって、ほんとそのまんま面白い文房具がめっちゃいっぱいあったので、今回は面白文房具を10個買ってきました。わーということで早速紹介していきましょう。まずは一つ目ですね。最初はね一番大きいのからいこうかな。どこどーん、バーン、キシリトール。すごいよねこの面。待って家反射してる、めっちゃ今家汚いんだけど大丈夫かな。はい、こちらキシリトール、もうどっからどう見てもキシリトールのガムですね。何が違うかっていうと、でかい、やたらでかいじゃないですか。これね実はパッパコパッパコピーン、ほら筆箱になってます。これはもうギラギラしてるし、キシリトールまんまだから学校とかに持ってったらね、みんなに何それお前ガム1個ちょうでーみたいになると思うんだよね。しかもねほら結構ね大きいからねいっぱい入ると思う。真四角の筆箱っていうのもいいよね、珍しい。筆箱としてもいいけど、これせっかくねキシリトールだからお菓子とかガムとか入れてももういかにもって感じでいいかもしれないね。ほい1個目、キラーン。家が反射してるのだけが不安なんだけど。そして2つ目、じゃじゃーん、あ超ちっちゃい超ちっちゃい、ちょっとアップにしよっかな。とろけないスライスチーズ風消しでも、もうね結構このパッケージだけ見たらあのチーズコーナーに売ってるさ四角い薄っぺらいあのさフィルム剥がすのやたら楽しいけど、たまになんか角とか欠けちゃうやつ、あれにもうそっくりだよね。でねほら裏もねしっかりこのパッケージこれだよね、このフィルム。とろけない、別にとろけない別にいいと思うけどね、とろけるって書いても。ちょっと一回開けてみたいと思います。なんかもったいないけどね、こういうのパッケージがやたら可愛いからさ。でも開けるよ。わー、せーの、ポン。おーおー、まさかのちゃんとフィルムの柄がついてるっていうびっくりした。なんかただの白っぽい四角い消しゴムかと思ったらちゃんとしててびっくり。すごい、ここ剥がしたい。ここからめくれませんって書いてあるんだね、正直者。もうさっきからねこの商品とろけないとかねめくれませんとかもうちゃんとね正直に言ってるこのやっぱ中がちゃんと書いてあるっていうのがねびっくり仰天でいいなって思いました。だってこれ何も書いてなかったらさ、このパッケージから出しちゃったらもうただのねちょっと黄ばんだ化粧みたいになっちゃうもんね。いやいいねこれ、おすすめです。そして3つ目、おお手がでかい手がでかい。3つ目はじゃんじゃかじゃーん、ステーキ肉みたいなメモ。いやこれねめっちゃリアルなんだよ。もうさこの霜降り加減が超高級肉みたいな感じ、美味しそう。黒毛和牛かな、なんだろうな、特選神牛、特選種牛かな、わかんないけどなんかもう正直だね、ちゃんとこれは神ですってわかるようになってんだね。ちょっと開けてみよっか。はいカモーン、ドローン。あパセリはそっちか。おおこの肉いいけどこのトレーもいい、お惣菜コーナーとかで使ってそうなちゃんとしたトレーです。で中の肉よ、おおこれ本当の肉だったらいいな。ほらおこれはねインパクトあるから友達とかにねこれで、ね、手紙とか書いたらね何ってなると思うよこういうちょっと面白商品ってさ、なんかこういう変な遊び心がいいよね、たまらんたまらん。そしてよっ、あ、間違えた。4つ目は、じゃーん。ポイグミって書いてあるね。ポイグミ。もうそのまんまだね。ポイフルのグミ。このさ、ポイフルのポップ感かわいいよね。で、これ何かというと、スティック海苔らしいんだよね。ちょっと開けてみまーす。せーの。あ、待って、どっから開けんのこれ。わかんない。ここだ。ここの丸を引っこ抜くのかな？あれ、違う。あ、そうだ。え、すごい四角い、これレアじゃない、あんまりないよね、四角いスティックのり。おー、え、でもさ、四角いスティックのりすごい塗りやすいよね。大体なんか物貼っつけるときって、なんかさ、こう線を縁取るじゃん。四角いいと思う。でね、これお菓子の香りらしいんだよね。ちょっと嗅いでみます。あ、待って。花粉症だけど分かった。甘い香りする。ほんとね、グミみたいな、そういう甘い系の香り。これかわいいね、かわいいし使いやすそう。ほい、さあそして5つ目、じゃーん、ジュースの鉛筆削りです。もうスタバだよね、もうね。おすごい、これ取れるんだ、あれみたい、アラビアの王国のてっぺんのやつで。鉛筆をどこから削るかっていうと、じゃん、お尻のとこ。じゃあね、ちょっと鉛筆削ってみます。
お、入るか。お、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 お。よし、いいかな。せーの、ポン。おお、いいね、バッチリ。で、これ消しカスがね、消しカスじゃないか、鉛筆の削りカスがどっから出るんだろう。ここかな。はい、それでは6個目、じゃーん、塩ラーメン。このさ、パッケージ、本当の商品をミニチュア化して文房具にしちゃいましたみたいな、めちゃ面白いと思うんだよね。ちゃっかり一番、札幌一番かな、なんだろうな。ロールメモって書いてあります。でね、これもちゃんとほら、本製品に含まれていないアレルギー物質、含まれていないだからね。このエネルギー表もね、ゼロだから、何にも、これ食べても何にも意味ないってこと。ちょっとセットしてみます。ロール状になってるんだね。お、こうかな、こうかな。できた、できた。トイレットペーパーじゃん。おー、出てきた、出てきた。で、こっから使いたい部分をちぎって使うって感じ。ほい、おー。ちゃんとラーメン書いてあるのいいね。なんかね、柄が4種類あるって書いてあったんだよね。お、おー、ここまでかな。はい、こんな感じの4種類が入ってました。これが最初に見せた塩ラーメンが下に書いてあるやつ。めっちゃ美味しそう。これ結構メストラ、次はさっきのラーメンがね、こう薄くぼんやり映ってるってやつですね。で、これ、トウモロコシの存在感がすごい。で、最後がこれ、このね、ラーメンの器みたいな模様と、ラーメンの提灯。これもね、なんか屋台感があっていいなって思います。はい、そして7個目。じゃーん、ポッキーです。挨拶みたいになっちゃった。美味しそうだし可愛いけど、なんかちょっとさ、チョコちょっとケチってるよね。なんかもうちょっとあるよね、ポッキーのチョコって。でね、この焼き目、なんでこんな焼き目になるんだろうね。継ぎはぎみたいな焼き目、反対側のこの線状の焼き目もリアル。おー、で、チョコとホワイトチョコといちごチョコ、3種類買ってきました。でね、なんか普通の鉛筆よりちょっと細めの鉛筆になってて、おしゃれ、おしゃれな感じかな。おしゃれっ子のための鉛筆って感じになってます。こうやるともうほぼポッキーだよね。てか、やっぱなんかさ、チョコケチってるのがすごい気になる。なんでこんなことに。はい、8個目。じゃじゃーん、ガムボールマシーンの鉛筆キャップですね。めっちゃ可愛いよね、これ。ほうほうほう。待って、そんな倒れる。これね、何が可愛いかって言うと、ほら、中にね、ちゃんと静電気をまとったガムボールがいるってことだよね。ほら、ふわふわ、中で動くのがめっちゃ可愛い。おお、これ3つセットで売ってたんで、これがね、もう鉛筆に刺さってるだけで一気にポップな筆箱になると思います。そしてさ、この赤いのアンパンマンに見えない、ポップアンパンマン。そして次は9個目、ドバシャーン、マグロみたいなメモ。さっき紹介したこれだ、ステーキ肉みたいなメモと多分同じ種類なんだけど、マグロバージョンです。この辺はなんて書いてある、スイスイ書きやすいマグロプリント。マグロだからね、スイスイってことね。うまい。よし、じゃあ開けていきましょう。じゃーん、おーおー、いいね、いいね。そしてね、このさっきも言ったおなじみのね、リアルトレーね。そしてマグロ、このさ、筋めっちゃ美味しそうだよね。で、中はもうこんな感じ、全部一緒かな。これさ、どうなんだろう。私はもうマグロって知ってるから、マグロのメモ帳だなってわかるけど、何も知らない人にこれで手紙書いたらさ、何これみたいにならない。謎の縞模様が入ったさ、赤いメモ帳、なんか怖くない、これ。大丈夫かな。そして10個目、最後はこちら、食パン消しゴム、やんわり。じゃあちょっとここ開けていきましょう。パッケージがちゃんとしてると嬉しいよね。パンパン、パンだけにパンパン。おお、かわいい。ちゃんと中が白くて周りが茶色みたいになってます。でね、わかるかな、横とかは下平面なんだけど、てっぺんだけね、ちょっとくぼんでるの、真ん中が。これ食パンあるあるだよね。てか食パン大体そうだよね。こうなんか上だけさ、やんわりハート型みたいな。やべ、やんわりって言ったこの商品の作中にハマっている。お、かわいい。なんかさ、ドミノ、ピッ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もうね、どれもこれも面白い、遊び心満点の商品ばっかりで、やっぱ文房具っていいなって思いました。ちなみに私の一番良かったなって思う商品は、じゃんじゃかじゃーん、とろけないチーズ風消しゴム。
いい意味でね、もう予想を裏切ってくれて、この中にね、ちゃんと書いてあるっていうのが、もうこだわり、遊び心って思いました。よかったらね、皆さんもどの文房具が面白かったかコメント欄に書いてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、ポチ、グッドボタン、ポチ、よろしくお願いします。それでは、じゃあねー。